Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回は大人気企画、女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクト第3弾です。イェイ!はい、ということでですね、やってまいりました第3弾ですね、ゴールキーパーを女子サッカーから、女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクト、はい、やっていきます。もうね、女子の子たちがキーパーもっとやりたい、キーパーやってる子たちが、こんな練習すればいいんだ、あんな練習すればいいんだ、こんなところあるんだっていう、発見があるようなね、企画になっております。で、今回はですね、第3弾目にして、見てください、今わかりますね、うちじゃありません、今ホテルにいます。どういうことかっていうと、この企画始まって初の県外の高校に来ておりまして、場所は岡山県のなんと作陽高校に今回は取材に行きたいと思います。イエイ。いやー、遠かったんですよ。車でね、来たんです。できるだけね、やっぱ人と接触しちゃいけないと思って車で来たんですけど、まあ7時間弱かかりまして、初めてそんな時間運転したんでちょっと大変でしたね。はい、今回はですね、作陽高校の女子サッカー部のゴールキーパーは朝練が魅力だということだったので、前入りして朝練を取材しにやってまいりました。なので、まあどんな練習してんのかなとか、選手の子たちなんでゴールキーパー始めたのかなとか、そういったところにね、迫っていきたいなと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。では行きましょう。ゴー。キーパー練習するらしい。スタートはグローブ使わずに手の感覚を養うためにキーパーグローブなし、しかも男女混合ですね。何の違和感もなく、これ女子は女子でやるんじゃなくて男子と混ざってやるっていうのがすごいいいですね。
かけは小学校の時にたまたまゴールキーパーやった時に楽しかったので、そのままゴールキーパーを続けてます。魅力はチームのピンチを救えるということと、チームを後ろから声をかけて盛り上げることです。佐喜生高校はサッカーだけでなく人間性でも成長できるところです。キーパーを始めたのは小学校の頃に日本代表の海堀選手が PK を止めたのを見てかっこいいと思って始めました。おーキーパーの魅力は自分が止めれば試合に負けないってところがかっこいいと思います。レベルの高いコーチや仲間とトレーニングをすることでいい環境でプレーできることです。小さい頃からキーパーかっこいいと思っていて興味をすごい持っていました、うん、キーパーが体を張って守ることによってチームを勝利に導くことができるので、守るだけではなく攻めに対してもキーパーから盛り上げてやっていくところです。佐喜生高校は勉強面でも力を入れており、サッカーを通して精神面を鍛えることもできます。佐喜生高校の女子サッカー部のキーパーの子たちの練習の特徴について教えてください。はい、はい、今日見ていただいた通りに朝は男子サッカー部と一緒に男子のスタッフも含め、はい、トレーニングができるっていう環境がすごく恵まれて、うん、いるように、思います、はい、午後の練習の方はできるだけ、ま、シュート練習も含め、うん、ま、戦術的な部分でキーパーも含めてトレーニングを一緒にしているっていうような形です。佐喜生高校女子サッカー部全体の魅力というか、ま、特徴っていうのはどんなところになりますか？そうですね、まあ、県外生がすごく多い中で、はい、本当に自分自身を変えたい成長したいっていう選手がすごく、うん、本校には来てくれてる感じはしますので、まあ、私も一緒に、うん、選手ともに成長できたらなという思いで、はい、毎日子どもたちと一緒にトレーニングに励んでいる、まあ、そんなチームなので本当に明るさもありますし厳しさもあるっていうようなチームにはなってると思います、うん、ちなみに県外生っていうのはどのぐらいの割合になってるんですか？もう8割ぐらいは県外生、まあ、じゃあ9割に近いぐらいの選手が、はい、うちは県外生になってはいるので。一番出身が多いのはどこになりますか？まあ、関西は多いですけど比較的なんか最近は九州もなんか、そうなんですね、はい、多くて、はい、沖縄、熊本、大分とか、はい、まあ、そういった選手も、まあ、卒業生からつないでくれてる部分もあるのもあると思いますし、上は北海道から下は沖縄まで、すごいですね、はい、本当に日本中、まあ、どこからでもうちには通えるというか、まあ、寮に入って頑張りたいっていう選手の、まあ、環境を提供できたらなとは思います。最後になんですけど、佐喜生高校に行こうかなとかって思われてる選手たちに向けて一言お願いします。そうですね、まあ、佐喜生高校に、まあ、入って上手くなるわけじゃなくて、佐喜生高校で本当にみんな努力をして人としてサッカー選手として変わっていくことができるので、本当に必要とされる選手に成長できているのかなとは思うので、まあ、厳しい中に本当に自分自身が変わりたい思いであったりとか、その勇気っていうのがある選手が集まってくれたら、私自身も本当に一緒に成長できたらなというふうには感じてますので、そういう選手が本校には来ていただければいいのかなと思ってます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。佐喜生高校で一緒にプレーしましょう。はい、ということでですね、岡山佐喜生高校行ってまいりました。TGK の感想としてはですね、私の中の朝練の概念が完全に変わりましたね。なんか朝練って言うと、こう結構、まあ、なんて言うんですかね、先生もいない中、まあ自主的にやる練習っていう感じで、そんながっつり練習しないけど、なんかまあボール蹴ってみたいなイメージを持ってたんですけど、全然そんなんじゃなくて、しっかりやっぱコーチがいるっていう
ところでやっぱり技術的な部分、足元だったりとかコミュニケーションの部分だったりとかキーパーの技術的な部分っていうのを朝からあれだけしっかり練習して、で午後とかは普段はやっぱり戦術的な練習をしてるそうなんですけど、そこをやっぱりやっていくためには朝のあの練習の時間がすごく大事で、やっぱりあれ強制ではないらしいんですね。基本的には自主的にやってるような形にはなってるらしいんですけど、なんて言うんだろう、あそこの朝練の1時間を眠いって言って寝るのか、しっかり来て技術練習して、午後のトレーニングするのかどうかっていうのはかなり大きい差になるなって思いました。やっぱりそこの努力をやっぱりコツコツできるから、どん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 やっぱり結果を残していくチームになっていくんだなって思いました。でやっぱり参りしてね、監督の方とかキーパーコーチの方とお話もさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ熱いし、こだわりをすごい持って選手たちのためにどんな準備が必要なのかとか、どんなことをしてあげたらいいのかって全力でやっぱ考えてくださってるんで、朝からやっぱキーパーコーチの方2人もいらっしゃって、もう1人いらっしゃるらしいんですけど、3人もキーパーコーチがいる高校なんてそんなないですよね。なんでもうすごいいい環境だなってやっぱり思いましたし、あとはそうですね、男子と女子が一緒に練習できるっていうのがやっぱりいいなって、その変な感じで分かりますかね、女子の選手だったら経験したことあると思うんですけど、こう男子と一緒にやるとちょっと変な空気になるじゃないですか。全然そんなのなくて、普通に一緒に練習して普通にこうお互い高め合ってるような雰囲気が、自然な雰囲気っていうんですかね、それがもうすごくいいなって。やっぱり女子も女子でやっぱり体の当たりが強い男子とか、キックのパワーが強い男子とかと練習することでレベルアップできる面もたくさんあると思いますし、学ぶべき部分もたくさんあると思うので、そういう環境は非常にやっぱりキーパーにとっても普通の女子サッカー選手にとってもすごくいい環境だなと思いましたので、ぜひね、作陽高校検討されている方は参考にしていただけたらいいなっていうふうに思います。はい、ということでですね、楽しんでいただけましたでしょうか。よかったよ、作陽高校最高だよ、ね、行ってみたいよ、興味出てきたよっていう人は、チャンネル登録といいねお願いします。女性のサッカー選手のこと方だったりとか、キーパーコーチの方、指導者の方はぜひぜひ公式の LINE アカウント、Twitter の DM、まあ、もしくは Instagram、 いろんなところで、発信行ってますので、ぜひぜひ、メッセージいただけたらなと思います。ということで、今回の TGK ライトアップ TV はここまでです。また次回の動画で会いましょう。 See ya! したら一番伸びれるとこまで、そう伸ばして、この肩と肘のをスムーズに動かしましょうっていうのが、なるほど、はい、ありがとうございます、すみません。
そう、行けます、今の行けます。ありがとうございます、カメラも。